魔法の電子レンジパネルシアターキットを作ってみました。中には16枚の印刷済み P ペーパーが入っています。それと窓になる透明シートも。接着剤で貼るように書いていましたが、ここでは両面テープを使っています。周りにぐるっと両面テープを貼ったら、端だけ少し剥がしておきます。そして電子レンジの窓の部分を切り抜きます。これを裏返して透明フィルムを貼ります。位置があったら剥がしたところを押さえて白い紙を抜き取ります。こうするとずれずにきれいに貼れます。そしたら表にして折り目になる部分に切り込みを入れていきます。水色の線がついています。全部切り離さず少しずつくっついているのでこんな感じになっています。電子レンジの中身と重ね合わせてホッチキスで留めて、下の部分を接着剤で留めました。でも上になる方だけ切った方が電子レンジが開けやすく、パネルの布にもくっつきやすいです。開けたところにパネル布を貼るようになっていましたので貼り付けてみました。でもこれも接着効果が弱く後で剥がしました。中の仕組みです。まっすぐのところを切り落としたら、中身の方もこのまっすぐな部分を切り落とします。で、真ん中のところ点線になっています。これ青い線の通りでなくても大体で点線になるように切っていけば大丈夫です。で、これを折り曲げて先ほどの紙と重ねて LED ライトに透かしながらぴったりと重なったらホッチキスで留めます。そしてめくって貼り合わせる部分の周りに木工用ボンドをつけて薄く伸ばします。で、これを元に戻して3枚重ねて切ると早く、しかもぴったりと重なるように切ることができます。差し込む仕組みもあります。ここではろうそくを吹き消せるようにろうそくの火の部分だけを切り取っています。パネル布をこんな風に貼り付けたら、ふっと吹き消した時に炎の部分だけが取れるようになります。裏返した部分に四角くボンドをつけて
こんな風に貼っておけばポケット状になってろうそくが下に落ちることがありません。窓の部分、無理やりネルの布を剥がしたのでこんなことになってしまいました。ネルの布ではすぐ剥がれてしまうのでマジックテープを使うことにしました。黒いマジックテープをつけて扉が開くようにしました。中の仕組みもネルの布では重たくなって落ちやすいのでマジックテープでつけてみました。扉を開けるとき、下になっている方が少し大きめな方が開けやすいので、Pシートを切って貼り付けました。一番上になるところにも白いマジックテープをつけました。するとこんな風に、開けるときにどうしてもたわんでしまいます。そこでこんな紙の棒ですね、これをつけることにしました。両面テープで紙の棒を貼って、その上からセロテープで留めました。これでめくるときにたわむことなく開けやすくなりました。それでも電子レンジは重くなって落ちやすいので、パネルシアターをする前にセロテープをつけておくといいですね。今度は何にしようかな。そうだ、ラーメンの丼を入れてみます。さあレンジを閉めて、腹ペコリンリン、腹ペコリンリン、ラーメンが食べたいな、チーン。どうなったかな。わお、わお、ほっかほかのラーメンが出来上がりました。マジックテープを使うとこんな風にしっかりと止まります。絵がとっても可愛いのでみんなの前でするのが今から楽しみです。